よし、やっていきましょう。怪奇学園ザ・スリー&クレイジーゲームということで、はい、前回、この男3人組の視点に切り替わって、なんかバーにたむろってたんですけど、なんかゾンビどもが中に入ってきて、で、この地下に逃げ込んできたところで終わったと思うんですけど、大丈夫大丈夫、あれを突き破れるわけないって盛大にフラグを立てていくな、お前。確かに。でも油断は禁物だべ。昔を思い出すな。昔？ああ、あの時ね。あの時のことを思い出すなんて、そろそろ式が近いのかな。俺たちが出会った時、確かこんな感じだったよな。まあ今みたいに緊迫はしてなかったけど。ここで階層が入ると。ほら、どこ行きやがった。ガオカスは撃ち殺すぞ。完全に仇ではない奴らに追っかけられてるけど、お前ら何やったんだ。ちっ、しつけえな。はあ、なんで俺まで。そりゃこっちのセリフだ。こうなったのはお前のせいだろうか。んだと、俺はお前らがガン飛ばし合ってんのが邪魔だったから素直に邪魔って言っただけだろ。それで逆上しやがって、ふざけんじゃねえよ。クソが、そんなこと言ったらこうなるくらい分かってただろうか。第一、てめえが話こじらせたから相手が仲間呼んだんだろう。それにてめえ、俺の学校の優等生じゃねえか。優等生は黙って勉強してクソして寝てろや。んだとこら。はあ、それで俺を突き飛ばして、それが相手にぶつかって、この中一番関係ないのは俺だろうか。ちっくしょ、意味わかんねえよ。意味わからないのはお前だ。なんでついてきたんだよ。そうだ、なんでついてきたんだ。そりゃ相手がぶち殺すぞって言ったら、じゃあ反対方向に逃げればよかったじゃねえか。ほんとバカだな。バカだと、てめえ勝手に巻き込んどいて、なんだよその言い草は。バカだからバカって言っちゃいけないのか。ああ悪いね。俺だ、だって俺はバカじゃねえからよ。てめえらうぜえな。いたぞこっちだ。てめえら喧嘩は。なめるだ。天才は伊達に天才じゃねえんだよ。俺だって結構やるんだぜ。んじゃ、やるぞ。武藤は強そうだけど、他二人はどうなの。懐かしすぎる。最悪だったな、あれは。あ、てっちゃん以外俺たち二人ボロボロだったもんな。しかしなんでだろうな。結局あれから俺たちつるむことになったんだぜ。人生意味わかんないことばっかだ。ほんと、俺も未だに謎だよ。そうそう、だって俺あれで骨折したんだぜ。激闘だったんだろうな。あ、何？ヤクザとやり合ってたとかそういうわけではないの？さすがにないよな。それが元凶と普通仲良くなるか。人生なんてそんなものだ。ま、そんなとこだ。そんなとこか。さ、早く次に行こうぜ。さすがの俺も少し心配だ。そうだな、0% じゃないわけだし。そんな不安になるようなこと。ま、ぼちぼち行きますか。こっち視点でもなんか中ボスとかありそう。まあ、幸い強化値はね、腐るほどあるんで、それでまあ、いろいろできなくはない。あー、階段がある。こっちは。あー、通路がある。シュッ。なんかこの祭壇的なものは。あ、やばいぞ。チャッチャッチャン、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 チャッチャッチャン。方向早い。え、倒れた。え、倒れた。倒れた。おい、何やってんのお前。今集中砲火されたな。今集中砲火されたね。ちょっとまずいんじゃないの。危ねえ。一旦回復ポイント戻ろうか。
ちょっと左側も気になるな。でもな、左側も気になるね。ほい、ここちょっとした罠だよね。出てきた瞬間こいついるっていう。あ、よかったよかった。戦闘不能は治らないみたいなこと言われたらちょっとさすがに。どうなんだろう、戦闘不能状態ってさ、包帯とかそのまま使って体力回復できんのかね。あ、おお、なんかグレランいいね、グレランいいね。そしてここに普通に回復ポイントあったっていう。回復アイテムめっちゃ手に入った。じゃあちょっとグレラン装備に変えよっか。ほいほいほい、重機の設定一旦外します。まあ、ライフル、グレラン、グレラン、よし。結構強強装備になったねこれね。これ結構強強装備になったわ。よし、じゃあ、あの祭壇切り抜けますか。なんか今までさ、結構ね、科学者とかなんかそういうの出てきてさ、ね、製薬企業がどうちゃらこうちゃらとか、ここに来てなんかいきなりファンタジーチック、相反し同じ名を持つもの、ん、相反しその名の、その名を持つもの。いや、ちょ言ってることがようわからん。そのもの人にあらず、他を食す剛毛な虫、暗いところを好み、ここに住もうものなり。そのもの冥界の使者、暗黒の代理人、白き糸を紡ぐ黒いもの、雲しかねえ。そのもの時に色を変える、そして形も変え、時に人に牙を向く。しかしそれは自然の回帰、白き塊のもの、ん、空に浮き人を見守る。あー、なるほど、雲と雲をかけてんのか。雲、俺の大っ嫌いな雲。空の雲はいいけど虫の雲はマジで気持ち悪い。さこい、お前が来るんかい。ざけんなよ。ここ早い、雲のくせに早い。よし、集中砲火。ようえ、しかも1ポイント。なんか謎解きゲーみたいになってきてる。謎解きとかない、謎やってるんだけどさっきから。あー、まあそうだよね、なんかそんな感じはしてた。構造が謎すぎる。よいしょ。まだここを抜けられるっていうわけではないんだね。お。何これ。何これ、攻撃当たんの。ちょっと待って、いや、一旦立ちつく方向でどうにか。ああまあいい、言い前なんていなくてもなんとかなる。方向さえあればなんとかなる。リロード、押さえとけ、ひさすか、押さえとけ、お前は押さえとけ。よし、
ケー。さあ時間を稼げ。はい、オッケー。まだ硬直してるからグレランでいいんじゃない。おお、まあ肝心な時に外すな。まずいか、これはちょっとまずいね。ここは一旦包帯回復方向。ぶちかましできねえかな。与えられない。うん、リロード方向かなかった。時たま効かねえ時あんだよね。何気先手取られてるっていう。ちょっと永遠にライフル撃ち続けるしかないな。あ、やばい、今効かなかったね。今聞かなかった。定期的に聞かねえターンが来るんだよな。定期的に。ここ回復だな。行った。あ、終わりましたね。力を貯めてる、力を貯めてる。一発当てさせて。いきなり来たからな。いきなり来たからね。冬をついていきなり来たからね。しゃあない。ちょっと一旦まあ、回復もしてリロードもしてそれから始めよう。まあ、最悪強化値振り分けてぶっ飛ばすってこともできるし。 BGM 的になんか中ボスかなとか思ってたけど、中ボスじゃねえのか。あれ、あの体力の多さと攻撃力の高さで中ボスじゃないっていうのもおかしいと思うんだけど、普通に中ボスの BGM の入れ忘れなのかね。あれ絶対ボスだよな、どう考えても。クモは完全に雑魚だったけど、あいつは絶対中ボスのはずなんだよね。ここら辺でセーブしとくか。よし。まあ普通になんかね、強化値振り分けなくても勝てそうな気はするんだけどな。いっちゃ早いんだよな、液体かな。先手取れたこと一回もないから今んとこ。ひささか封じられるのが一番痛いから、ちょっと狙われないようにしたいんだけど。よくこの状態を続けていく。まずいね、効かなかったね。ひささかが狙われなきゃいけない。ひささかを狙わないで。よし、オッケー。これでリロード中だから
アイテムで2枚回復。よし、グレラン打って、よしよしよし、まんべんなく受けてる、まんべんなく受けてますね。これだったら、てててん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 、おー、一番の火力当てて、当ててくれ。こっちも撃つか。やばい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 、全員防御てててんてててんてててん、うんとね、ここは戦闘負の回復、その後こんな HP になるんだよね。よし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 、立て直した。当てろっての命中率に難がありすぎる。頼むから当ててくれ。倒れないね、なかなか倒れないね。よし、あー、中ボスだよね、やっぱね、10ポイントは中ボスだよな。なんでお前液体が襲ってくるって、なんでもありじゃねえかよ評価値全く振ってないんだけどな、今んとこゴリ押しだよ完全に。お、ん、誰？また金髪。し。あー、聞こえるかアルファ1。聞こえてますよアルファ2。てか、この名前やめません？ん？不満か？いえ、そういうわけでもないんですけど。わざわざ隠す必要もないでしょう。どうせ芝は俺たちのこと気づいてんだし。これあれだね、あの芝たちとは違う第三勢力だね、多分学校にいたやつらだと思うんだけど。敵の敵は味方理論で味方になってくんないかね。それもそうか。ま、実名でも構わないだろう。金森、金森、金森ってさ、え、前作に出てきたよね。え、なんなら主人公だよね。前作の主人公だよね、確か。前作のキャラだ、こいつら。式神さん。俺ずっと色神さん、色神さんって言って、あの、視聴者に突っ込まれてた式神さんじゃん。あの、武闘派の。多分今作で言うところのね、武闘みたいな感じのね、なんか暴力で全てを、あの、解決するっていう。なんか銃弾受けても全く動じない。そんなキャラがいたんですよ。前作キャラだ、これ味方だ絶対。式神、こっちの方は大した手がかりはなかった。しかしなんだ、ずいぶん手の込んだ下水道だこと。俺でもここ見つけんのは一苦労したぜ。そりゃそうでしょう、あいつが作った町ですから。それくらいは予期しておかないと。わーってる。で、お前の方は。ああ、こっちは例のロストナンバーを尾行中。マジか、生き残ってたのか。二人
二人だけだけど、赤い髪のやつと黒い髪のやつ。赤い髪、日野と。黒い方は篠村か。一緒に帰ってたし。で、例のやつは？いない。俺も探してるんだけど。そうか、まあいい。とにかく俺は別のところも当たってみる。まだ予定の時間にはほぼ遠いしな。お願いします、こっちも探してみますから。ああ、何者かな、敵味方。味方と判断したね、てっちゃん。あ、あんた式神だよな。それがどうした？って、お前は。これ、落とし物だ。こいつのだったんだ。どう？指輪？あんたのだろ。いや、確かに俺のだが。なんで？いいから来やがれ。ああ。てっちゃん、さっきのは。まあ、いろいろあってな。いろいろ？知り合いとか？さあ。だ、教えろっての。なんそのもったいぶるんだよ、お前らは。ねえ、式神さん。なんだ、式神さんのその指輪、いいっすね。やらないぞ。だが、こいつをやる。赤いピアス？ああ、目指し旅行先で買ったんだ。なんだ、お土産っすか。バカ野郎、こいつにはな、魔除けの呪がかけてあるんだよ。嘘くさ。さ、嫌か。呪いって書いてまじないって読むんだっけ。たぶんまじないかな。じゃあ、いえ、もらっておきますよ。大切にしますからね。んな、やりとりがあんのにあの態度だったってことは記憶失ってんのかね、式神は。まだ謎が残るけど、さてさて、ようやく主人公視点。なんかごめんなさい、多分この動画シリーズ始める一番多分最初パート1ぐらいで言った前作とはつながりがないから多分見てない人でも大丈夫だよみたいなこと言ったんですけど、バチバチにつながりありましたね、ごめんなさい。ちょ、まさか前作主人公が出てくるとは思わなかったから、まあ多分ここまで見たらもう全然大丈夫だと思うんだけど、まあ気になった方ははい、怪奇学園実況の方も見てください。なあ日野。なんだ篠村。あのさ、お前が言ってた義務、それって何のことなんだ。義務は義務だ。お前にあるものの総称、わかるか。わかるかって、わかるわけないだろ。まあ俺も人様にいろんな迷惑かけてるけどよ、こんなことになってまでわざわざ律儀に返さないといけない恩なんて俺は持ってないはずだったけどな。そうだろうな、お前は知らないから。逆になんでお前は知ってんだよ。そうだ、お前は知らない。んじゃあ俺に義務なんて。義務はある、それは権利と同じように。お前ってさ、なんかやっぱ変だよな。変か。だがそれを言ってしまえば、お前だって変だ。普通の人間じゃないのかな、流れ的に。まあなんかね、いろいろ研究がどうちゃらこうちゃらって言ってるから、多分そこに深く関わってんだろうけど。まあいい、じきにわかる。何ここ、ここだって。何がここだって。修行でもするつもりか、お前は。似たようなものだ。おいおい、マジでかよ。
やっぱお前の考えてることは全くわからないな。どこに行くのかと思ったらこんなところに連れてきやがって。大体ここどこだよ。途中で立ち入り禁止の仕切りを2、3個くぐり抜けてさ。洞窟探索編かと思いきや、なんかこのキャラチップどっかで見たな。 とあれかな、のふんはざ、あれか、略称は言っていいのか、のびはざ G2 かな、かなんかのキャラ、マップチップで見たな、これ。研究所だ。おい、何考えてんの、このゲームの作者は。こんな三文小節以下の展開、神様が許してもプレイヤーの皆さんが許さないぞ。ぐちぐち言うな。作者の苦肉の策だ。いきなりめたくなんないお前ら。 てかどう考えてもおかしいだろ。なんでこんなところにこんなもんがあんだよ。はたくぞ。俺に言うな。あるものはあるんだ。それに、この施設。俺もお前も、懐かしく思うはずだぞ。何言ってんだ。まあいい、先に進めばわかる。戻りましょう。戻れない。そういえば、日野のステータス、なんでお前そんなダメージ受けてんの？何があったんだよ。日野のステータスって見たことないね。ファイアスタート。どこからか火を出す。お前人間じゃねえよ。 どこからか火を出す。もうごまかす気ないよ。あとお前、ファイヤーっていうキャラじゃねえよ。その性格的にお前はファイヤーは似合わない。アイスとかのが似合う。まず髪色からして似合わないわ。そして研究所なのに BGM がない。デザートイーグル、ここに来てマグナムゲッツ。てかそうだね、武器装備してないからちょっとまためんどくせえな。なんか視点切り替わるごとにこれやんなきゃいけないっていう。全員武器を外せ。イーグルどんなもんだ。来た。ね、ここさ、こんだけ開いてんの俺取り忘れてるってことないよね。たまたまだよね。威力85、弾6、命中80%、85。もう強いっちゃ強いけど、やっぱ命中率が安定するかしないかっていう話になると、やはりなんか一抹な不安は残るよね。だってグレナンですら 85% でさ、あんだけバンバン外れるからね。そう考えたら、まあやっぱ命中100ってこう考えるとありがたいよな。日野の2トンには、じゃあちょっとテスト的な意味も兼ねてイーグル持ってもらおうか。これでいいんじゃない？ここはもう3人組じゃなくて完全に2人だから、ちょっと多少ね、難易度上がるのはまあしゃあないんで、システム上。これでいきましょう。ということは回復ゾーンみたいなのはないんだ。なるほど。まあ、回復アイテムは腐るほどあるんでいいでしょう。BGM が全くない。こういう構造好きだよね、このゲームね。こうやってぐる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  歩かせるっていう、この無意味な廊下。行き止まりかよ。それで、俺にどう義務があるって。鹿とか。なあ、やっぱ帰ろうぜ。ここには何もないんだし、それにもしかしたらみんな仲間を探してるかもしんない。俺たちも行った方が。行く必要はない。冷たいな。知らん。死ぬやつは死ぬ。俺たちがどうしようと。はあ、じゃあお前一人で勝手にやっとけよ。俺は帰るからな。じゃあな、日野。ごまだれー。なんだそりゃ。行くぞ。回復だ。
そう、これを求めていた俺は。は？は？あ、こうくぐれんだ。暗い。暗い。あ、降りれ、登れ、あ、なんでここに出るの？おかしくない？ここから出るでしょ、普通。まあ、こうガバガバなところもご愛嬌ということで。わお。これアイテムでしょ、多分。きたー。ノーコメント。タツの落とし子みたいじゃない？完全にさ、マップチップがさ、伸びはざ G2 のあれと一緒なんだよね。せっかくの研究所だからさ、BGM の一つや二つあってもいいと思うんだけど、無音なんだよね、完全な。よし。じゃあちょっと、すごく気になる空間に来ましたが、今回のパートは一旦これ切りたいと思います。はい。まあ、ようやく、物語の核心になんか触れるようなところに作者の都合によって急に来ることになりましたがこっから話がね進んでいくんでしょうかね。ちょっとまだ分かんないですけど、はい。